me a bedtime story. Tell me a bedtime story now. Once upon a time, little girl I knew wanna nursery rhyme. 今回のもう本当に単純にブラジリアン。レコード会社の方からレコードをやりましょうよと、あ、じゃあぜひって感じで、私はブラジル人でもないし、ブラジルに行ったこともないし、ブラジリアンの音楽を勉強したこともないし、ただ大好きでやってるブラジリアンの真似をするんじゃなくて、我々私たちはニューヨークに住んでて、でしかも打ち込みもちゃんと入れて、もうちょっとこうストリート的な感じとかモダンな感じ、私たちニューヨーカーだよっていうフレーバーも出しながらやったらかっこいいんじゃないかって言って、So the idea is don't worry about holding the slam notes because I'm probably gonna have シモネ・ジュリアニっていうミュージシャンスラッシュプロデューサースラッシュキーボーディスト、本当にニューヨークに来てから初めてなんですよ、私こういうシモネみたいなミュージシャンと会ったのが。彼ってやっぱり UK にも昔住んでたっていうこともあったと思うんだけど、もうそういう私の大好きなフレーバーがしっかり全部分かってるのがね、すごい嬉しいんですよ、うん、それは今回のアルバムに全部こう引き出してくれて、もう超嬉しい。Things I say始めようと全然考えてやったわけでもないんだけど、モンドグロッソってね、いつもすごいかっこいいものをやろうっていう意識があったし、すごいこうビートがすごいかっこいいで、そのかっこいいビートの中でブラジリアンのあなんなんかこう入れると、わこれいいじゃんっていうのが私本当に初めて見でこう知って感じて、プラス自分の声に合うっていうのがその時分かったんですよ。ブラジリアの音楽もっと合ってるみたい。Good job, sir. Good job, everybody. Congratulations. Yay! Job well done. Sounds great. Oh my god, you're so great. Where's the wine? Let's open the wine. It's got crazy bottom. It's gonna be that. すごくこう愛のある音楽だなと思うんですよ。すごい太陽を感じられるし、メロディーがいつもすごい綺麗、すごいいいメロディーがいっぱいあって、トライバルのところもいっぱいあったり、こうハーモニーがすごくなんかいろんなところに連れて行ってくれるっていうハーモニーもあるし、かっこいいし、リズムがすごいかっこよくて独特で、もう私の音楽で好きっていうものが全て入ってる。Love you can't fabricate. Celebrate, celebrate, celebrate that wasn't